山梨リニア実験線中央自動車道、富士吉田線を横断する小型山稼働橋。宮崎リニア実験線現在リニアは走行しておらず、ソーラーパネルが設置されている。右は、日方本線。リニア実験線は日本における、磁気浮上式鉄道の実験用線路である。鉄道総合技術研究所と東海旅客鉄道が、 開発している超電導リニアの研究施設として、これまでに宮崎県と山梨県にリニア実験船が建設された。国鉄時代の1977年に開設された宮崎実験船は、1996年に走行実験を終了し、その後はエアロトレインの実験や大規模な太陽光発電に使用されている。1996年開設の山梨実験船は、 18.4km の先行区間で2011年まで走行実験が行われた後、2013年には当初計画の全線を完成させる延長工事が完成し、現在は総延長 42.8km の区間で走行試験が行われている。山梨実験線は2027年開業予定の中央新幹線の一部として利用される予定である。なお、 HSST の実験船としては、神奈川県川崎市の東大城島と愛知県、名古屋市の大江実験船があったが、いずれも初期の開発が一段落したことで廃線となっており、現在は三菱重工業三原製作所あだおき工場内の総合交通システム検証施設、三原試験センターに存在している。日本国有鉄道では国分寺市にある 鉄道技術研究所の校内で短い試験線を敷設して磁気浮上式鉄道の研究を進めてきた。この技術開発の成果を受けて初めての本格的な実験線として建設されたのが宮崎実験線である。1974年に国鉄の浮上式鉄道開発会議で建設が決定された。建設に際しては 全国で何カ所かの建設候補地が挙げられたが、最終的に宮崎県の日向市から津野町にかけての日豊本線沿線に決定された。これは国鉄のリニアモーターカー開発を推進してきた京谷交代が仮価値実験線で列車脱線事故に関する研究を行っていた際に実験で使用した無線電波によって周辺の農家に テレビの受信障害を起こしてしまったものの理解を得られて実験を継続することができたという経験から地方は素朴で親切だと感じたことが影響しているという京谷は当時の磯崎明国鉄総裁からリネア実験線の建設地について聞かれて東京から離れた土地を希望したこれが宮崎に建設される一つのきっかけであったとされ実際に 宮崎ではリニアモーターカーの実験に周囲からの多大な協力があったという。こうして1974年から宮崎実験船に着工し、1977年4月に実験センターが発足、同年7月に最初に完成した 1.3km の区間で実験が始まった。その後順次延伸工事が進められ、1979年8月に、 当初の計画通りの全線 7.0km が完成した。実験線は全線が単線で終点付近に半径1万メートルというわずかな曲線があるだけでほぼ直線で勾配も日方本線を横断する部分に5パワーミルとわずかにあるだけである。この実験線で ML500 を用いて速度試験が行われ1979年12月に 無人運転で時速 517km の速度記録を達成した。これは宮崎実験船における最高速度記録である。当初の実験船は逆 T 字型のガイドウェイを採用していた。ガイドウェイの底面に浮上用のコイルが突起している部分の側面に推進、案内用のコイルが配置されており、それぞれに対応する超電動電磁石が車両側に搭載されていた。 この形状を採用したのは、車両の重心近くに推進、制動力を発生させることができて、運動的に安定だからである。しかしこの形状を採用したために、車体の中央近くにガイドウェイの突起が通ることになり、人を乗せられるだけのスペースを作ることができなかった。1980年からは、乗車スペースの確保を目的として、ガイドウェイを U 字型に変更した。 このガイドウェイでも底面に浮上用のコイルが、両側面に推進、案内用のコイルが配置されているが、これに対して、車上の超導電動電磁石は、大型化技術の進歩により浮上、推進、案内を一つの磁石でこなせるようになり、車体の両側面に配置された。車内には座席が配置され、友人での試験を行えるようになった。1980年から001。 1987年からマ〇002レレが運転を開始した。しかしマ〇002レレは1991年に実験中に火災を起こして消失した。この教訓を受けて対策を施したマ〇 002N レレが1993年1月に導入され、この車両が宮崎実験船における 有人走行の速度記録である時速 411km を1995年1月に達成した。宮崎実験船では、こうして超電動磁気浮上鉄道の技術を着々と開発してきたが、これ以上の技術開発を行う上での問題点も明らかとなってきた。実験船はほとんど直線で、曲線や勾配がほとんどなく、こうした区間を走行するときのデータを得られない。 また距離が 7km と短いので、時速 500km で走行する時間は、ごく短く、長期の耐久試験などができない。トンネルも存在しないので、トンネル突入時に生じるトンネル微気圧波などの影響を評価することができず、単線であるため高速での列車同士のすれ違い実験を行うこともできない。こうしたことから、より距離の長く様々な実験条件を備えた。 実験船が必要とされるようになった。1987年12月に運輸大臣に就任した直後の石原慎太郎が宮崎実験船を視察し、まる零零二に試乗した。その後記者会見において、鳥小屋と豚小屋の間を走っている拡張の低い実験船では十分なことはできない。昭和63年度予算では実用化のため、 新実験船の立地調査費を計上したいと述べて、新実験船の計画が動き出した。新実験船は山梨県に建設されることになり、1996年をもって宮崎実験船でのリニア走行試験は終了した。宮崎実験船では、ゲートターンオフサイリスタインバータを利用した電力変換所やリニアモーターカー用の分岐器、 浮上用コイルをガイドウェイ底面ではなく側面に配置する側壁浮上方式、断性指示方式の台車などの開発が行われた。また、超電導が突然失われるクエンチ現象に関する救命が〇002を中心に進められてその対策が講じられた。ガイドウェイの建設に関しても側壁を工場で生産して一緒にコイルの埋め込みまで行ってしまう。 ビーム方式、側壁を現地で試行して、ベッドコイルを埋め込んだパネルを取り付ける、パネル方式、現地で試行した側壁に、現地でコイルを取り付ける、自付け方式の3つが試験、比較された。リニア走行試験終了後の宮崎実験船では、1998年から東北大学の研究グループがエアロトレインの走行試験を行っている。 2002年には2号機が友人走行に成功。2010年9月9日には3号機のテスト走行に成功しており、2011年6月には3号機による友人での時速 200km 走行実験に成功した。現在では、日向灘実験施設として、東北大学と宮崎大学の今日、2011年2月から、 国際工業グループが実験船の軌道情報に太陽電池パネルを並べることでメガソーラー太陽光発電所として利用している。の第一発電所は検証用に作られた太陽光発電所で太陽電池パネル442枚、総出力 50kW、3種類の太陽電池パネルを使いそれぞれの発電効率を調べた。 その結果をもとに c i s 系太陽電池を採用した太陽電池パネル12,520枚、総出力1 0 0 0ットとなるメガソーラー、津角第二発電所が作られた。津角町川の3 6トルを用いた世界でも稀な細長いメガソーラーとなっている。2014年3月よりニコンが東北大学の小浜康明と共同で空気マグネシウム電池の マグネシウム循環社会構想に必要な太陽熱によってマグネシウムを還元する実証実験をキューリニア実験施設を利用して開始した宮崎実験船周辺の空中写真実験船を赤色の枠で囲んで示す2008年10月15日撮影の9枚を合成作成国土交通省国土画像情報をもとに作成山梨実験船の生誕部延望。 笛吹島へ、まだ付近。広報は、甲府盆地。2013年9月20日撮影蒸気画像の、高架強化部の様子。2013年9月時点の山梨実験船、再生端。宮崎実験船での成果と、それに関する1987年の運輸大臣、石原慎太郎の発言を受けて、1988年から運輸省が超電動実機浮上式。 鉄道検討委員会を発足させて、新実験船において必要とされる技術開発要素と、そのために実験船に必要とされる要件を定めた。委員会では、時速 500km で走行する時間が3分間は必要だと判断し、時速 500km までの加速、減速に必要な距離を考慮すると、新実験船の延長は 40km 程度が、 必要であると決定した。その上で、将来的に長距離の高速鉄道を目指すならば、急行バイク間やトンネル区間での試験は不可欠で、あるとして、実験線がそういった条件を含むこと、40km 程度の実験線建設には巨額の経費が必要であることから、実験線を将来的に営業線に転用できる見込みがあること、地元が用地買収等に協力すること、 などを実験線の位置選定方針として定めた。1987年10月に国土庁が超電導リニアの技術開発に関する全国調査を行い、これに取り組む意思があると表明した全国18の道府県が実験線の候補地とされた。そして1989年2月の委員会で北海道、山梨、宮崎の3カ所に候補地が絞られた。 最終的に同年8月の委員会で将来的な中央新幹線への転用の可能性を考慮して山梨県が実験線の場所として選定された。山梨が選定された理由としてはトンネル走行実験の必要性も挙げられている。なお北海道は札幌と新千歳空港を結ぶ空港連絡鉄道に転用できる積雪 寒冷地実験が可能であるというメリットがあった。検討の過程で石原運輸大臣は北海道に肩入れしていたが山梨への誘致には元自民党副総裁である金丸信が大きな役割を果たしたとされる。山梨県は134億円の無利子貸付及び工事に際して発生した残土の廃棄場など総額200億円ほどの支出を行った。 1990年11月に山梨実験船が着工された。しかし、用地取得などが難航したことから、1992年7月になって、全区間 42.8km のうち、中間部分の 18.4km を先行区間として、この部分のみを完成させることになった。1996年7月に、 超電動磁気浮上式鉄道やマナシ実験センターが開所し、11月からは、牽引車両が牽引する形で、MLX01 の走行試験が始まった。翌1997年から本格的な走行実験が行われた。車輪での走行実験から着手し、続いて浮上式の実験を開始し、次第に加速していき、年内に友人で、 時速5 3 1トル無人で時速5 5 0トルの記録を達成した。これにより、宮崎実験船で持っていた記録を、有人、無人ともに上回り、さらに磁気浮上式鉄道で、有人走行の最高記録であった、ドイツのトランスラピットの記録や、鉄道で、有人走行の最高記録であった、フランスの TGV の記録も上回って、 鉄道の世界最高速度記録となった。山梨実験線では、宮崎実験線で行えなかった実験に取り組んでいる。伏線となったことを利用して、超高速列車同士のすれ違い実験を実施しており、1998年12月には、相対速度時速 966km、1999年11月には、 時速1 0 0ートル2004年11月には時速1 2 6トルを達成している。また、トンネル区間を利用して、トンネル内の圧力変動や車両への影響を評価している。宮崎実験船では、電力変換所は1カ所のみであったため、変換所間での渡り、試験は模擬的なものしか実施できなかったが、山梨実験船では2つの電力変換施設を、 設置しており、この間での列車の受け渡し実験を行っている。また、複数列車の同時制御試験や実験センターに設置された対比線を利用した追い越し試験も行っている。2005年3月には、国土交通省超電動磁気浮上式、鉄道実用技術評価委員会により実用化のメドが立ったとの評価を受け、 2007年1月には実験線の先行区間以外の区間への延長工事に着手した。1998年5月より抽選による無料試乗会が不定期に行われていたが、技術開発や工事への専念を理由に2007年4月をもってこれを一旦終了した。9年間実施された試乗会では関係者と一般合わせて14万人以上が参加していた。 その後、2014年11月から体験乗車を再開した。2006年4月27日、山梨実験船の全線を完成させることが JR 東海から発表され、2008年5月30日に着工し、2013年8月29日から全線で走行試験が開始された。笛吹市三坂町を通る山梨実験船。 トンネルの出入り口部分には防音フードが設けられている。実験線の路線図山梨し実験線は甲府側を起点としており、笛吹市境川が起点、上野原市秋山が終点とされている。起点から 16.6km 地点が先行区間の起点で大月市に位置しており、35.0km 地点が先行区間の終点で鶴市に位置している。 先行区間のほとんどは伏線であり、北側の線を北線、南側の線を南線と呼んで区別している。先行区間起点は笹子トンネルの中に位置しており、終点へ向けて最初から40パーミルの最急の下り勾配になっている。笹子トンネル自体はより長いトンネルであるが、先行区間で強用されているのは5983メートルである。 中間のわずかな明かり区間を挟み、預かりトンネル、高川トンネルがある。高川トンネル内には、半径8000メートルの最急曲線が存在する。この半径8000メートルの横曲線は、縦曲線と複合曲線を構成する。高川トンネルを出ると、実験線で最も長い1に4キロメートルの明かり区間がある。この区間の北側に実験センターと山梨県立。 リニア見学センターがある。また南側には電力変換所が設置されている。実験センターを過ぎると、中央自動車道富士吉田線をまたぎ越す、全長132メートルの小型山稼働橋を横断する。日本の鉄道橋として初めて、ニール線道勢形式のアーチ橋を採用した。1995年11月7日には、 高速道路脇で組み立てたアーチを回転させて、道路をまたぎこして仮設する工事が行われ、高速道路を通行止めにした上で約45分をかけて回転した。末端部の移動距離は約66メートル、回転角度は約30度であった。またこの明かり区間では、東側で、桂川、国道139号、富士急行線も、 全長を296メートルの桂川橋梁でまたぎ越す。最大の明かり区間を過ぎると、茎トンネル、朝日トンネルがあって、朝日トンネルを出たところで、先行区間終点となる。茎トンネル内から朝日トンネルの中間付近まで40パーミルの上り勾配となる。先行区間の終点付近には実験線の車両基地があり、液体ヘリウムの生成作業や、 超電導磁石の0時作業などもここで行われている。ありがとうございます。